はい、ヒョウソロというわけでザクさん使いのアタックです。今回は、エクマ2の方の実況にしていきたいと思います。さあ、機体は、フルセイバーですね。まあ3月に動画なんですけど、試合の方は2月の方のになっております。まあ最近はそのコロナウイルスの関係もあってなかなかゲーセン行くっていう機会ないんですけど、というわけで今回はまあ過去のフルセイバー、まあ、2月中のフルセイバーの動画となります。さあ組み合わせしましては、まあ FQ とバスターで、こっちが百式ですね。さあバスターにまあ思いやられるような感じになっていますが、さあメインメインサブ、しかしおーっとメガバズり焼かれて、さあバイキングで逃げて風格からの落として、さあこれで気づかなかったんですけど、まだ500コストあったっていうの。さあバスターダゴイツ、さあ攻撃しなきゃ、まあ縦見て多分無敵判定でるので、無敵判定で使ってそのまますり抜けたところに部下刺さって終了。といった感じですね。さて続いての決めやすいきましょう。さあ3000とトラバで、さあフラーマのブレーターと、ドアバックンで、こっちヤークターケンですね。さあ、さあ、N と、レバイでこっち、ゲロビー。まあ、ゲロビー安いとはいえ、まあ、瞬間火力としては、多分、相当高い組み合わせですけど、さあ、まあ、メインチャージしてさせて。また飛ばされて、しかし角度チャージ見えたけど、まあ避けて、さあファイティンからのブーカップ入れて、さあ N 特写、さあレバイル特写2回入れて、フラマダブルデータの耐久減らして、さあまあ角度チャージ見せたからいいでしょう。角度チャージ落ちて、しかしアクタールケ全タイプまた、さあ逃げたけどフラマダブルデータに邪魔されて、さあ N 特殊は1回じゃ、飛ばして、さあファイティングからの、まあたまらずダブルゼータシューティング覚醒して、まあ逃げつつなんですが、さあまあシューティングの暴力はしょうがない。さあかなりピンチになりましたが、さあ N まずドラバ刺さって、さあレバイレ特殊、さあもうヤクタルキに任せましょうっていう感じで、さあ下特化が当たってファイティング覚醒、さあまあ見てないんで出は入れましょうっていう感じで、さあそうこうしてる間にドライバーニングは多分メインチャージちょっとかな、刺さって終了。さああっという間の落ちて、まあ、キャンセル補正はきついとはいえ、やっぱ、ゲロビー一発の減り方が、やっぱ、まあ、他の機体に比べたら、まあ、格段に、早い、フルセーバーですよ。さあ、組み合わせしましては、続いて、ビルストと組んで、バサーゴと、ガンキャップですね。さあ、マキオン、とりあえず分かってるのがザクアメージングだっけか。ザクアメージングだけ、来るとなっていますが、さあ、今後何来るかですね。
マールプスレックス高そうな予感がしますが、これで来たらマールプスレックスとか、あとまあそこら辺か、ペイルライダーとかそういうのが欲しいですけど、さすがってまあトリプルメガソニックとかかなり減ってるので、まあこれでバスアームとか落としたいなって感じはありますけど、まあガンキャノン見なきゃいけないっていうのもあるし、バスアームを見なきゃいけない、まあ完全にゲル擬似体にしなきゃいけないっていうのはありますけど、さあ相方飲み込まれて、しかしこっちも、飛ばして、さあトリプルメガソニック次飲み込まれた、ブーカからの、まあ、打とうと思ったらトリプルメガソニックに飲み込まれて、残り30コスト。さあ、相方覚醒。さあ、レバー入れてきた、さっと。で、ガンキャノン、リンゲで入って、さあ、N 特区、しかし、ま、後ろ特区行こうと思ったら刺されて、さあ、落ちて、さあ、ブーカ出し切り、さあ、レバイルサブ、ブーカクからの、またブー、ブーカクからの覚醒技か。覚醒技入れて。さあ、一気にバサード減らして。さあ、レバイル特殊のパワーアップ。さあ、マイトクか。マイトクからの背面メイン。さあ、M と組みつて。さあ、オートジャに掴まれて。トリプルメガソニック。さあ、逃げつったのか。さあ、ビルドブースターになって。さあ、ま、マイトッカからマイカク、ヨシカ。さあ、逃げるところには、まあ、置き攻めの、N 特者、ささ、あ、違う、レバイレ特者、さなって、バサーがあっという間にして終了。といったところで、今回の実況以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。